こんにちは、こんばんは。バーチャルココです。この私にアレルギーのある方はどうぞ音声のみでお聞きください。なぜか火曜日はバーチャルココが担当することが多くなってきましたが、大丈夫でしょうか。私、動画で嫌われる勇気持ってください、嫌われるのも悪くないですよっていう風に言ってるので、まるで好き好んで嫌われてくださいって勘違いする方からいろいろなメッセージとかメールが届くようになったので、ちょっとこの動画を撮っておこうと思いました。いつもね、動画で嫌われる勇気を持ってくださいって言ってるんですけれども、もちろん好かれたいとかね、良い人と思われたいっていう気持ちってね、誰でも持ってるし大切だと思うんです。この話もいろいろな動画でやってるんですけれども、ライブでも言ってるんですけれども、でもね、最近すごく視聴回数が多い、いい人やめてください、都合いい人間にならないでくださいっていうような、過去にその動画をお届けしてて、その動画が今すごく見られてるんですけれども、この動画でも言ったんですけれども、自分を犠牲にまでして他人にね、優しくなる必要ってあるのかなって思うんですよ。自己犠牲が続くとイライラして性格がね、歪み始めるんです。私ちょっとそういう経験があるので実感してるんですけれども、そしてね、自己犠牲が続いて毎日毎日イライラしたりとか、自己嫌悪が続いてイライラしたりとかして、どん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 性格が歪んできて、結果ね、誰も幸せにならないっていうことがあるんですよ。なので人に好かれたいとか、いい人になりたい、いい人に見られたい、これは大いに結構です。でもあなたの中で自分を犠牲にして誰かに尽くしてたりとか、本当はそこにいたくないのに無理にいてるとか、何か我慢をしてるんだったら、今一度見直してみてください。さっきも言ったように、自己犠牲がずっと続いて我慢が続くと、性格が知らず知らずに歪んできます。人格も歪みます。そして心が湾曲して歪んできます。そしたら大変なことになります。私経験があるので言わせてください。自己犠牲は何も誰も得しません。なので嫌われてもいい、媚びなくてもいい、自分を犠牲にしなくてもいい、これだけちょっと心に持っておいてください。よろしくお願いいたします。以上、バーチャルココがお伝えしました。このバーチャルココが活躍しているココ VR は毎日更新しています。毎日動画をアップロードしています。VR の世界に入ったことがないっていう方にも、仮想空間での素敵な旅を皆さんと一緒にしているので、よかったら一緒に旅してください。いらしてください。コメントお待ちしております。チャンネル登録、グッドボタン、何卒よろしくお願いします。ライブに参加してみたいっていう方は、お絵かきライブを頻繁にしているので、ファーストチャンネルも遊びにいらしてください。ありがとうございました。